Spare the Light。やってみましょう。ジャンプはできないみたいですね。おお、水？いいですね、いいとこですね。おう、閉じちゃった。扉は多分まだでしょうね、まだでしょうね。なんかこのなんか埃が舞ってる、こういうの、あの芸が細かくて好きです。しまっちゃった、しまっちゃったな、しまっちゃってないな、ガリガリ言ったんだけど。何をするべきかっていうところからこう考えないといけない系のパズルみたいですね。これは開く、ここは開くのと開かないね、まだ開かない。これができる、できることから、あ、ちょっと、できることからやっていきますか。なんかおかしくないですか、これ。いらない点がある。これでいいの？クリアになっている。あ、でここが開くようになるのかな。なんかいろいろあったけど、ダッシュなし。ダッシュあってもいいね。お、2つ、うん、雰囲気はすごくいいの。こう、もう大好きな、大好きな要素しかないから。試験管みたい、ビーカー立てみたいね。うんと、いろんなとこにありまんな。
いろんなところにあるのよ。でもこれに何かこうアクションすることができるわけでもないのよね。で2つ溶けて、あそこが、あ、どっから来た、こっちだよね。ここが行ったのかな。めちゃくちゃにボケが入ってるんだな。ストロックみたいな BGM してますね。マイクの位置、ちょっと待って、マイクの位置を変えます。遠い、あ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 、謎のものでしたね。これはここかな。あれ、途切れてる。歌ってる。すごいな。歌ってくるパズル。あんまりなかったね。いうことの地味さに比べ、キラキラとした曲だ。おろろ、え、ウィットネスみたい。グラフィックスかなりツボですね僕。こ、なんかあれ、なんか この道に見覚えがあるぞ俺。なんかこの遺跡の後、この茶色い森の中、なんかこの奥でゾウさんの遺跡がこの角度でちょうどゾウさんの遺跡がこうあそこに、まさに あの遺跡と同じ場所だよね。あそこにね、ゾウさんの古代遺跡が出てくるゲームっていうので前に実況したことがあります。本当に似てるわ。何これ、本当に似てるな。同じなんかプリセットかなんかかな。え、なんか、え、似てるな。既視感がすごい。なんかあります。アクティブになった。
触るべきものかどうかの判断がつきにくいですね。パッと見て押しなさいという命令が出るわけでもないので、まだ開かない。全部押してくるのかな。なんかさっきのステージもさ、すごくやり残した感がすごいですね。おお、なんだなんだなんだ、そのパズルに関係あるものと関係ないものが、でも絶対今のは関係あるもんな、通れない。あ、でもね、なんかなんだこれなんだこれって言いながら、このゲームの世界観にどんどんこう自分を没入させていくところがね、たまらなく好きで、だからこうやって初見配信っていうのをやってるんだよな。これは触れない。あ、回るね、これ回すね。これさっきあったんですね、この日同月火水みたいな感じの並び、感じじゃないけどさ。でこの箱ちゃんもある。箱でもなんかさっきと模様が違うっすね。でも一回転して同じ向きになるから、なんかこれをぐるぐる回してある方向にみたいなことではなさそう。今やいじるはこれですね。単純にもう線をつなげる、左と右。なるほどなるほど、はい。扉が開くとかじゃないんだ。いいね。さっきも星座だったし、なんか惑星をこうモチーフとしたものらしいね。ここ開いてたっけ？開いてないよね。こっちができる。どこに何が発生している。線をたどるみたいなこともないか。ん？さっきとパターンが変わってきたので、中入るか。オルゴールみたいなもんかしら。これさっきもあったよな。パターンが違うんだわ。使いそう。これがアクティブになった。じゃあこれ押すんだわ。風景パズルみたいなのある？なんか すっごいなんかこう、あれはどうしたのみたいなのが多々あるんだけど謎のキューブとかカップとかオルゴールみたいなやつとか、
味噌つ脳みそを使うものでもないしな。ましたね。どこが開いたのかっていうのがちょっと分かりづらいところありますけど、うわーいいとこ、あーいいとこだな。なんかねこのねでかいとこにこう小さいパズルがたくさんあるっていうのね、なんかねすっごくツボなんですよ。あのフィットネスもそうなんだけど、あとね似たのだとリシンクっていうパズルシリーズもね、あのシーケンシャルのずっとこうシームレスで続く空間の中にパズルが、綺麗なパズルがこう置いてあってね、たまらないんですよね。なんかいいんだよな、この空間、こういう空間が好きなんですよね。もう好きだとしか言えないんです。もうね好きだとしか言えないですわ。あれ繋がんない。こっち先なの。からこっちに、あ違うの、これはどっちにつなげるの、こうしてこれを上、ここん、これ何が正解だったの、これ正解、もう動かないから正解だけど、光ってないよ。いいのかな、いいんだって、線を全部光らせろみたいなことなんでしょうね。じゃあでここが開いて、素敵だな。質感が本当に好き。いいな。風景パズルを探す癖をやめよう。Be not afraid. The aisle is full of noises. ってこと？ Sounds and sweet airs that give delight and heart. Not? わかんないです。抽象的な言葉を言われてもわかんないんです。行き止まっちゃったぞ。触らない。だけの部屋次のパズル見つけるところまでちょっとカットしましょうか。